壮大な世界観を痛快コメディで描く、クニオくんの三国志だよ、満員御礼。舞台となるのは今から2000年前の中国大陸。3つの勢力が大陸の覇権を争っていた。仁徳の力で民衆から絶大な支持を得る劉備、蒙古のように勇猛果敢な孫権、そして圧倒的な軍事力を有する宿敵曹操。物語は赤壁の戦いで曹操に勝利した後から始まり、三国志のクライマックスへと一気に駆け抜ける。クニオくんといえば強力な必殺技の数々。今作の必殺技はスキルツリーから習得可能。スキルポイントを貯めて必殺技をどんどん習得していこう。特定の必殺技を覚えるとさらに強力な超必殺技を覚えることも。隠された超必殺技を探してみよう。さらに三国志ならではの計略の数々も見もの。ピンチの時は計略を使って戦局を切り抜けよう。敵を倒して経験値を貯めることでレベルアップをし、ステータスを強化することが可能になる。自分好みのビルドで最強を目指そう。また敵を倒すことで装備品をドロップすることもある。ドロップ装備はお店で購入するよりも強力な効果がついているので積極的に集めていこう。本作からの新システムとなる石飛ばライド。呼び出した石飛ばに乗って敵を蹴散らし、ステージを快適に移動することができる。さらにクエストをクリアすることで石飛ばのパーツをもらうことができる。派手な見た目のパーツを取り付けて石飛ばを自分好みにカスタマイズしよう。特定のパーツを集めると石飛ばが進化。進化後の姿は自分の目で確かめてみよう。二人で協力しながらゲームを進める。協力プレイにも対応。家族や兄弟、遠くのお友達など二人で協力して難関を乗り越えよう。クニオと共にはちゃめちゃな三国志を駆け巡れ。シンプル操作で爽快、一気当選アクション。ダウンタウンスペシャル、クニオくんの三国志だよ、満員御礼。